中古携帯電話。最近リサイクルショップや PC ショップ、オークションサイトで流通し始めています。遠藤さん、今中古の携帯電話が売られているんですよね。携帯電話は新規か機種変しか選択肢がないかと思ってました。そうなんですよね。僕も実は知らなかったんですけど、はい、背景には SIM カードと言われてですね、うん、電話機を開けると実はこんなちっちゃいカードが入ってるんですよ、はい、なんですけど実は、僕らが携帯電話会社と契約しているそういった情報、はい、なんかは実はこの SIM カードに入ってるんですよということなんで、実はこれを差し替えてやると、はい、他の電話機でも自分の契約で使えちゃうということなんですよね。なんで、まあ、かなり古い電話を使っている人はね、中古でちょっと新しめのものが出てたら、それに乗り換えちゃった方がいいみたいなことが起きているということなんですよね。故障した時とか、とりあえず安く買い替えたい時にはいいかもしれないですね。そうですよね。中古携帯電話を扱うお店でお話を伺いました。中古携帯のメリットは、今新発売とされているような、現行の機種以外にも、豊富なデザインや、豊富な機能の中から、選べるというところが一番のメリットだと思います。何より、現在の販売方法である分割、カップでの買い方以外の買い方ができるので、特に格安で購入することができると思います。携帯電話が壊れてしまった、もしくは、水没してしまって使えないというふうな場合に、そのまますぐに使いたいという方が、新たに契約を増やすのではなくて、そのまま SIM カード差し替えだけで使えますので、そのままお買い上げになるパターンが多いですね。お買い上げの際に注意しないといけないことは、まず同じキャリアのものでしか使えないということです。基本的にはドコモの SIM カードの場合はドコモのものでしか使えませんし、ソフトバンクも同様になっています。でただ、au に関しては SIM カードの差し替えだけでは使えないので、キャリアショップの方に行っていただいて手続きを行っていただく必要があります。あとはパケット定額のプランによっては料金が高額になってしまうこともありえますので、そのあたりは、あらかじめキャリアショップの方に確認しておく必要があると思います。今ってこう携帯の値段もだんだんまた上がってきたりとか、分割払いとか2年縛りとかいろいろありますよね。でも中古 の携帯ならば、比較的安くその場でパッと買っちゃって分かりやすい、それから中古なんで何といっても安いというメリットがありますよ ね、うん、昔から言われていた用途に合わせた電話機を使い分けるという時代がやってきそうですよね。そうですね、海外だとですね、実は携帯は携帯で端末は端末で売って SIM は SIM で買っちゃったりとか契約しちゃう、もう初めから別に、もうなんかねどんどん差し替えて使ってる人とか結構いるんですよ、でですね、しかも当然そういう使い方なんで空港とかコンビニでですねこの SIM を売ってたりするんですね。ということで、この、ね、SIM を入れ替えて中古で、その辺の電話との付き合い方これからどんどん変わっていくかもしれませんね。